今日の上海の気温は30度です。今日は天気はいいですね。もう梅雨が終わって上海はもう雨がなくなりました。今天的温度30度。今天的上海的天气很好。ここはですね、五角城ですね。这是五角城。ここに私来たの2回目ぐらいですかね。ほとんど来たことはないですけど、まあ都会ですね。ここも、ここは国で言うと香港市ですかね。ジャオちゃんですね。まあここでしょうね。じゃあ市应该香港市市吧。僕知道。なんか結構大学があるんですね。武漢大学、財政大学。なんか他にもなんか大学あって、何の用事で来たんかな。昔中国語のテストの HSK 受けに来て、ここ来たのかな。なんか来たことあるんですよね。一応私新 HSK。あの6級が一番上なんですけど、一応5級を持ってます。上から2番目の。ただテストはできたんですけど全然喋れないですね普段人と会わないので喋らないからあれですけど、ね、これ向こう行くには地下から行くしかないですね。まあ別にどこでもいいんですけど、ちょっとね食事をしようかなと思ってるんで、また毎度のことマクドナルド行くかもわかんないですけど、地下に一回降りてから行くしかないですね。まあここに来たことないっていうのは、まあ無用事ないですからね。まあでも上海に留学してた人とかですね、まあ、この辺の大学とかに留学してた人は来たことあるかもしれないですよね。おお、ここ、こういう風になってるんですね。地下なんですけど吹き抜けになってるんですね。こっちが高架道路、この上に走ってます。どうしようかな、これすごいどの方向にもショッピングモールがあるんで、どこで食べてもいいかなって感じですね。なんか写真撮ってる人いますね。まあ私の安いファーストフードを食べるんでどこ行ってもいいんですけどね。どうしようかな、こっち行ってみましょうか。今夜あれですね、アメリカの大手 IT 企業が一斉に決算発表ですね。 Google アルファベット、Google アルファベット一緒ですけど、まあ、Google アルファベット、ま、Amazon、まあ、Facebook、まあ、いろんな会社が、かなりの会社が決算発表するんで、アメリカの市場が大きく動くみたいですね。動きますね。なので私もちょっとある程度ポジション減らしてですね、現金を増やしました。まあ、私持ってる会社は今の株持ってる会社は中国企業が多いので、決算はまだだいぶ先ですね。中国企業は割と決算が遅いんですね。アリババとかテンセント、あとジンドンですね。だからまああんまり影響はないんですけど、まあアメリカのマーケットが動くと当然日本アメリカも影響されるので、
ちょっと警戒はしてます。ここなんか食べるとこあんかな。でもなんかすごい綺麗なショッピングモールですね。あんまりショッピングモール面白くないと思うので、さっさと食べてですね、外歩きたいと思います。これでもなんかここ食べるとこ全然なさそうですね。奥にあんのかな。まあちょっとさっさとご飯食べてですね、撮影外行きたいと思います。多分ここ本港地ですかね。本港区ですよ。まあ、この五角城なんですけど、前来たことあってすごいでかいとこだなと思ってたんで、まあ今日わざわざ撮影のために来ました。特に用事はなかったんですけど、なんかでも昔多分 HSK 受けに来たんかな。ここの下行ったらなんか安い食べ物ありそうですね。もうなんかマクドとかそんなんばっかり食べてるって言われるんですけど、まあ、事実なんで。まあ基本的に私ミニマリストなんで、あの家とかも全然買うつもりないし、物とかも極力減らしてですね生活してます。もともと日本にいた時は車がすごい好きで、イニシャル D の世界ですよね。ああいう走り屋の車とか好きだったんですけど、もう今中国来てから車ほとんど運転してないですね。たまに運転するぐらいですね。まあそれも自分では車持ってないので、まあ、借りたり日本帰ってレンタカー運転したり、そんな感じですね。なんか昔だったら考えられないですね。車がないともう生活できないと思ってたんですけど、全然そんなことなくて。ここはなんか美食街ですね。ちょうど一人で食べるにはいいかもしれないですね。見てみましょう。ここのモールなんていう場所か、あれですね、撮影しとけばよかったですね。ラーメンはやめときましょう。あれなんかステーキの量り売りみたいなやつあったんですけどね、なんかなさそうな感じですね。ちょうどこれ晩ご飯の時間帯なんで、まあ混んでますね。まあ飲食店ある程度混んでた方がいいんですけどね。もう全然お客さんいない飲食店の方が材料が古くなってるんで、あんまりいいことないですよね。結構店ありますねこれ。なんかコメント欄に中国共産党の宣伝活動かって書いてた人いるんですけど、なんかただ私の食べたいようなものが、ここ前なんか来たことありますね。この店じゃないけど別の場所でこういう本屋になった、本屋みたいなラーメン屋ですね。なんかでも私が一人でパッと食べれるようなもんがバーガーキングはあるけどなさそうですね。どうしようかな。ここなに丼の店、ここにしようかな。
正規の丼があったんでそれにしました。98元です、まあ、日本円でどうでしょう、1500円ぐらいです。ではいただきます。いやー美味しかったです。食べ終わりました。それでは外出て撮影していきたいと思います。いきなりショッピングモールの中ばっかり撮影してた、面白くないですよね。あと私ちょっと動画ですね、しばらくあまり YouTube アップできないかもしれないですね。ちょっと忙しくなります。もういろんな企業の決算あるんで、いろいろレポート書いたりもしないといけないので、ちょっと YouTube やってる暇がちょっとないかもしれないですね。まあできるだけやるようにはしますけども、上に上がるのはここから上がったらいいのかな。ここが多分地上ですよね。そうですね、ここが地上ですね。どっちに行ってみましょう。本当何も考えてないんで適当に行ってもいいんですけど、ここは高架道路があって、まずこれ道の名前が全然わかんないですね。これほんと分かんないですね。適当にこっち行ってみましょうか。まあ夜なんで日焼けしないので全然気兼ねなく歩けます。あれまた難しいあれですね、道の名前ですね。これ見えるかな。でもこれジョンファンって書いてる、 あそこ地図あった。あ地下鉄も15線の駅があるんですね。どうしようかな。これあんまり変な方向に行くとあれなんで、この多分このスーピンルーってこれプシーの方に行くんですよね。歩いたことあんかな。4つの平たい道ですね。これをちょっと行ってみたいと思います。スーピンルーこれでもどこにどの道なのかがなんかよくわかんないですけど、ちょっと待ってくださいね。これがスーピンルー、 今私ここにいるんで一旦降りて多分行かないといけないですね。こう行くとこっち行くんで、まあ要はこっち行ってこう行ってもいいですよね。ファンシンルー、ファンシンルー多分この道ここですね。ここ行って途中で右に曲がればいいですね。まあ行ってみましょう。間違えてても別に何ってことないんで。まあしかしここも都会ですね。修車ホイみたいな感じですよね。まあこの広い道あんま面白くないって言うかもしれないですけど、そういう古い住宅地とか探してるんですけど、いまいちどこにあるか分かんないですよね。まあ歩いていったらあるかもしれないですね。でもなんとなくここはすごい新しく開発されたって感じですね。もともと何があったんでしょうね。
学の中入れるようになってたんだったら、いろんな大学巡りも面白いんですけどね。ああ、結構風吹いてますね。本当の上海のいろんな街歩き動画 YouTube で私も見るんですけど、皆さん結構ちゃんと編集してですね、ああいう道に迷ってるところが無駄なところは全部カットするんですけど、私の場合は基本的に無編集で動画を流しますので、すごい無駄が多いんですけど、適当に早送りしてください。ショッピングモールここは賑やかだけど、ちょっと行ったらもう普通の住宅地っぽいですね。ちょっと行ってんのかな。自分でこう自転車ですけど、地方行くと割と電動のがあるみたいですね。地方の方は移動距離が長いので電動バイクじゃないと皆さん使えないっていうことで電動みたいですね。まあネットの記事でそれを読みました。私もOFO っていうバイク、あれ98年か99年デポジット払って、あそこの会社倒産したからもう保証金戻ってこないんですよね。このずらっと自転車が並んでますね。なんかこっち行くと武士の方になんか行くようななんか感じがしないんですけど、まあ、行ってみましょう。間違えてたら、それはそれで仕方ないですね。ここ学校かなんかですか。それこそこれ大学でじゃないですかね。さっき言ってた。いやこれ大学。これ映さないですけど、人民解放軍の国防大学政治学院って書いてますね。まあ、別に学校なんで大丈夫でしょうけど、いや一応映さないようにしておきます。私も知り合いの人とか公安で働いてる人がいてですね、前食事した時私の YouTube 見せて確認してますので、まあ大丈夫です、こんなんやってるよっていうことで。ただまあ公安の人とか軍隊の人にあんまり向けて撮らない方がいいですよっていうことはアドバイスしてもらいました。なので一応ちょっとやめときます。あれ上海住んでて思うんですけど、結構日本人の女性でも中国人の男性と結婚してる人結構いますね。あとまあ私の友達は結構周りでは中国人の女性と結婚してる人多いんですけど、この間その人らと食事した動画を上げてますので、よかったら聞いてみてください。もともとは一人の人の自営業のですね、経済状況を聞こうと思って撮影しだしたんですけど、途中からちょっともうなんか下ネタばかりだったんで、ちょっと最初の自動車業界の話とですね、そっちと分けたんですけども、あまりにもちょっとなかなか放送するとまずいなと思ったんで結構カットしました。
普段私編集しないんですけども、この時さすがにちょっと流すとまずいなと思ったんでカットしました。まあ、別にそんな YouTube 的には問題ないんでしょうけど、ちょっと私がどんな人間だと思われるので一緒に参加してると、まあ、彼らが下ネタ言ってるんですけど、私までなんか変に疑いの目を見られるんでカットしました。やっぱね、上品にやっぱりやらないといけないさ。あ、やっぱりそうですね。あそこ向こう行くとスーピンルーって書いてるから、これを右に行って、右に行くとそのスーピンルーですね。多分このまま行くとファンプジャンの方に行くと思うんですよね。ファンプジャン、ファンプジャンとちゃうわ。多分蘇州川があって、あれか、蘇州川にあるんですね。蘇州川、じゃあ向こう行くとでももうプートンですよね、多分これ。川があって蘇州川じゃないですよね。ちょっとなんか方向が、これは渡れるかな、ちょっと揺れるんで、すいません。間に合いますね。ちょうどここの道、取っときましょう。ファン、黄色のファンシンルーですか。それと今からここをですね、こっち側に曲がっていって、ゴーディングゴジャだ、ゴーディング。ちょっともうこっち入ると静かですね。大きな店もないですね。私は一つなんか投資に、これは株の投資じゃないんですけど、別の事業投資で関わってる何人かがいまして、その中の一人の中国人女性の旦那さんも公安で働いてますね。その人に車乗せてもらった時、すごい丁寧に運転するから、最初公安で仕事してるって知らなくて、なんでこんな車の運転すごい丁寧というか、全然弱気で突っ込んでいかないで、なんでかなと思ってた。後で家ついて聞いたら、食事の時にその公安でいるっていうのは、まあ確かに、ね、警察官だったらそんな変な運転できないですよね。なんか小さいお店ですね。こっち行くと結構古そうな通りが、あの店とか小さい店ですよね。ちょっと放っておきましょうか。バス停です。まあ、皆さんにちょっと看板もちゃんと取ってほしいって言われてるんで、できるだけ気をつけてやります。まず YouTube の撮り始めに今日の気温と、そうですね、なんかそういうのをいろいろ言わないといけないと思うと、すぐ忘れてしまうんですよね。だから道の名前は取っとかないと、私も後で見た時どこ歩いたんだっけと思ってしまうんですよね。結局 GPS の地図のソフトもインストールしたんですけど、なんかずっと忘れて使ってないですね。
結構いい加減な、あの撮影なんでご了承ください。こっち渡ってから行こうかな。なんかこっち全然店なさそうなんで、店あった方がちょっと明るいかなと。俺ほんとね、二輪車がバンバン来るから、青でもよく見ないと危ないですね。日本料理屋ですね。寿司居酒屋って書いてますね。なんか久々に長距離歩きそうですね。まあ、最近暑いんでもう昼間ずっと家で寝てましたね。 あっちも一応店はあったんか。この辺普通の住宅地ですね。これ中国のなんかエステのチェーンですね。よく見ますね。IT 株の4、5、6月の決算発表ですね。どうなるかですけど、 IT 以外にも一応私、そうそう中国の宅急便の会社ですね、 ZTO っていう会社、あそこもちょっとだけ持ってますね。あそこは結構アリババの仕事をやってる宅配会社なんですけど、まあ、中国の EC の伸びとともに業績もすごい拡大しています。まあ、日本でいうサワー急便とかクロネットコーヤマットみたいな会社ですね。ここは市場か。ちょっとこの道も取っておきましょう。ジェンファールですか。EC が発達すると、まあ、それにその周りの会社ですね、そういう宅配便とかも発達しますね。確か中国で10社ぐらい、大手5社、普通の中型の企業も入れると10社ぐらい宅急便の会社あるんですけど、アリババはその大手の春風以外かな、4社かぐらいに全部出資してますね。あれは自分では物流は持たないんですけど、物流のそのオペレーションする機能とですね、あれはチャオニャオっていうんですか、チャオナオっていうんですか、発音難しいんですけど、そのオペレーションする会社と物流会社に一部資本を入れて物流をコントロールしてるっていうことですね。一方京東の方はもう自分らでトラック持ってる、完全に物流会社として運んでますね。じゃあこのスーピンルをこっち側に南の方に行ってみます。まあ、多分南の方に行けばプーシーの方というかこれ行きそうですね。多分今ここですよね。これ五角城があって南に来て、さらに南に行くとこれワイタンの方に行くんですよね。行ってみましょう。ちょっとでかい道なんであれなんですけど、細いとこ行くとちょっと迷うし暗いんで、ここ歩きます。
と歩いてると結構暑いですね。あ、でも今日は水一本持ってるんで途中で飲みます。おバス停、なんていうバス停か、ここですね。今本当香港にすごいお金が集まってますね。まあ政治的なことはちょっとあれなんですけど、まあ、こういう状態なんで香港からみんな資金逃げていくって言って、まあ、確かに富裕層の人は香港から資金持って出てる人もいるんですけども、株式市場としては今すごいお金集まってますね。まあ、一つは去年約1年前から上海証券取引所で始まったハイテク株の市場ですね。確か200何社ぐらい上場してるんですけど、ね、これがまあ1周年迎えたということで、それのまあ数字を出すインデックスっていうんですけど、インデックスの発表を今度やっていくというのと、そこにですね、今アリババ傘下のアントファイナンシャル、アリペイ、ジフバを運営する会社がそのハイテク版にもうすぐ上場するみたいですね。そこはまあ上海のハイテク版と香港にも上場するということで、香港もハンセンハイテク指数っていうのが30銘柄で組まれましたね。そのまあ組まれるっていうニュースの時点でアリババとか 10% 近くドーンって上げたんですけども、まあこれから面白くなっていきますね。じゃあまあ中国の会社もナスダックに300社ぐらい多分上場してる、300以上上場してると思うんですけど、今後はアメリカ目指さずにですね、香港とか上海目指して上場してくるということですね。まあ上海の上場基準も結構緩和されるみたいですね。今までだったら上海に上場できなかった会社がもうできるっていうことで、アリババももともとはニューヨークに上場じゃなくて香港に上場したかったんですけども、アリババの場合は株主がソフトバンクと当時はヤフー USA だったんで、まあ、外資系企業ということで香港断られたんですね。その手それでニューヨークに上場して、今はもうアメリカのヤフーが出ていってソフトバンクだけなんですけど、一応香港の方の上場基準も変わって香港に上場してますね。まあ、そういうのなんかすごい複雑なんですけども、分からずに、まあ中国株だから危ないやめとこうっていう、結構嫌われてですね、なかなか株価が上がらないっていうのもありますけど、まあそういう時だからこそ私は投資すべきだと思ってますね。まあ現にWeChat、Weixin運営するテンセントなんてもう15年前から株価300倍ぐらいになってますからね。300枚っていうと1000万円買っとくともう30億ですよね。恐ろしいですよね。100万買ってても3億円ですからね。まあ15年前にでも買えたかっていうとなかなか買えないですけどね。15年前やってたっていうのは QQ っていう PC のチャットソフトだったんで、私もあれ見た時はまあそんな大きくなる会社とは思わなかったんですよね。スマホが出てきたり PC のゲームで一気に業績伸ばしましたね。まあ、ゲームでは世界一の会社ですね。まあ任天堂よりも全然でかい会社で、まだでもこれからあと2、3倍ぐらいの時価総額の規模にはなると思ってます。本当普通の住宅地ですね。
ただこの辺やっぱ外国人は住んでなさそうですね。この辺に住んでる日本人って私も聞いたことないですね。あ、割と私のこの間の YouTube のその中国人と結婚してる人3人の動画もそうですけど、まあ普通のサラリーマンじゃないんで、まあ住んでるとこはちょっと普通の日本人と違うかもわかんないですね。まあ私も含めてそうなんですけど、看板がなんか抜いて置いてあります。こっから先はなんか店とかなさそうですね。このまま行くとジョンシャンベイアールって書いてるんで、その辺まで行ったらなんとなく知ってる景色になるかな。ここもヨウさん自転車置いてますね。これこの YouTube 結構中国人の方も見てくれてるんですけど、まあ、日本語勉強してる人とか日本に住んでる人もいるんであれなんですけど、私はこの喋ってる日本語ですね、標準語じゃないんで気をつけてください。大阪のものすごい上品なところの言葉なんで、普通の日本人が喋るようなあの言葉じゃなく、すごくあのレベルの高い日本語なので気をつけてください。なんか路地ありますね。なんでこんな自転車ここに固まってるんですか。でも本当ご飯食べてきてよかったです。ご飯食べずにまたここ歩くと途中でお腹空いてやばかったですね。まあやっぱこのまままっすぐ行くとワイタンって書いてますね。じゃあワイタンまで行きましょう。さっき食べたご飯が私の今日の朝食兼昼食兼夕食です。やっぱ寝てたらダメですね。あ、でもさすがに昼間行くのはあれなんで、昼間はいろいろですね。株のレポート書いたりしました。あ、ここ地下鉄の駅がなんかあるんですね。だからあれ自転車置いてたんですね。どこの駅かわかんないですけど、うどんじゃないですもんね。美味しいですもんね、思いっきり。本当全く初めてのとこですね。あ、でもこれワイタン行くの、あ、上からでも行けるか。車は下行くんです。久々に長い散歩になりそうですね。ここも多分この左思いっきり軍隊の施設ですね。あの迷彩服着てめちゃくちゃでかい軍隊の施設ですね。ちょ、撮影してないんで大丈夫です。まあ、何かあったらその知り合いの人に言ってきてくれって言うんですけど、まあ
ね、ルール守らずにとって助けてくれっていうのもあれなんで、まあまあ普通に街中でも全然大丈夫だって言ってましたけど、今まで15年いてこれはやばいっていうことなんか今まであったかな。あ、来てすぐの時ちょっとありましたね。まあ私が悪いんですけど、夜中にコンビニに買い物行ってですね、で戻ろうと思って家入ろうと思ったら鍵を家の中に忘れてて、オートロックでロックしてしまって自分の家に入れなくなって、あれ夜中の12時回ってたんですよね。で知ってる人に、まあ、携帯は持ってたんで電話してちょっと不動産屋に連絡をして助けてって言おうかなと思ったんですけど、まあ、当時全然言葉今よりもできなかったんで、いやこれ夜中に電話すんな悪いなと思って、朝まで家のそのところでですね時間潰して、まあ、主営のおっちゃんがいたんでそこのところに入らせてもらって朝まで待ちましたね。で朝電話かけて助けてもらいました。それ以外あるかな、それ以外別になんもなんかこれはピンチっていうことにはなったこと多分ないっす。なんかすごい綺麗なビルですよね。あ、これポンコじゃなくてヤンプルチってなってますね。いまいちなんか場所がわかんないですけどヤンプルチ、これがジョンシャンベイヤールですね。ここがこっち行ってもまあいいんでしょうけど、ジョンシャンベイアール。ここは一緒ですね。多分もう40分ぐらい歩いてるんですけど、なんかまだまだ歩かないといけないと多分思いますね。景色としてはあんまり面白くはないですよね。どこにでもある景色なんで。この黄色のシェア自転車、メイダン。このメイダンのあれですよね。株価もめちゃくちゃ上がってますね。ただここまだ利益でほとんど出てないですよね。ちょっと怖いですねそういうのは。一旦成長止まるとめちゃくちゃ売られると思います。一方アリババとかちゃんと利益も出してるし、もうキャッシュフローが恐ろしいほどキャッシュフローを稼いでるんで大丈夫ですね。ただやっぱり中国株っていうことでアメリカではなかなか厳しい評価されてますね。まあ、香港にも上場してるんですけど、まあ、やっぱり楽しみなのがジーフーバーアリペイの会社ですね。アントグループ、ここが表に出てきたらまた中国株の雰囲気がガラッと変わります。普通にマンションですね。
まあ、この動画ちょっと長いんで金曜日の夜ぐらいにアップしようかな。まあ、皆さん時間あったら暇な時に見れるように。まあ、ただあんまり人気なさそうですね。あの五角城ってどこだ多分なるんで、やっぱり南京トンルーとかワイタンの夜景とか人気ありますよね。ワイタンまで行ってワイタンの夜景撮れるかな。どこら辺まで行くのか距離感が全く分かんないんで、どれぐらい歩けるかですね。途中で私の体力がなくなってもうバス乗ろうとかタクシーで帰りますって言うかもしれないんですけど、またバス停ですね。トンジーダーシュ道西大学のとこです。この辺大学結構あるんすね。今の時代だったら中国留学いいですよね。私も大学の第二大外国語が中国語でしたけど、全くやらなくて、ピンも全然わからなくて、自分の名前すら知らなかったですね。あの時ちゃんと勉強しておけばよかったと思うんですけど、まあ当時別に英語も全然できなかったですし、外国語自体がもう全然ダメでしたね。あそこがその大学ですね、道西大学ですね。あ、だから地下鉄の駅もあるんですね。結構でかいビルがあって、これなんかダンスの練習ですか。綺麗な女性がダンスしてます。大学綺麗ですねこれ。もうおばさんって言ったらダメですよね。お嬢さんって言わないと。も私もおっさんって言われるんですけど、特にこの声がですねすごい年取ってるってよく言われるんで、声を若返らせる方法はないかなとちょっと思っています。こっちもダンスしてますね。あれ月が見えますね。半分ぐらい、あ、ちょっとカメラでは丸く見えるかもしれないけど半分ぐらいですね。なんか向こうの方でもなんかやってますね。お、風が吹いて気持ちいいですね。ダンスじゃなくてサックス吹いてるんですね。ここ何ですか。会社かな。
このまま Y 端までなかなか到達しそうにないんですけど、なんか学校ですか、上海国際設計なんとか研究院って書いてますね。ある程度早めに戻りたいですね。これちょっとアメリカのマーケットが非常に気になります。なんかソフトバンクグループ3月ぐらいに倒産だってみんな言ってたんですけど、倒産どころかもう株価2倍ぐらいになって高値更新しまくりですよね。倒産って言ってる人は多分ちゃんと財務資本を見れば分かるんですけど、なんかそれ分かってないなっていうのと、あとソフトバンクって別に利益出す会社じゃないんですよね。投資した先の持ち株で評価する会社なので、それをなんか分かってんのか分かってないのか、 YouTube の再生回数稼ぎたいから言ってんのか、やたら倒産倒産っていう動画上がってましたけど、全然違う状況ですよね。負債よりも保有資産の方がよっぽどでかいですからね。これ大学のあれですね、あそこになんか本屋もあるし、大学の街っていう感じですね。Y 端行くんかな、なんかそんな感じが全然しないんですけど、緑のナンバープレートついてるから電動のバスなんですね。綺麗ですね。ほんで本当梅雨が明けてよかったですね。ただ暑くて昼間はやっぱり外出れないですね。まあでも夜は本当いい運動になっていいです。日焼けもしないし歩けるんで。美容整形の病院で Q スイッチというレーザーでシミを取るのをやったんですけど、すごい顔がかさぶただらけになったんですけど、もう4日ぐらいして今も綺麗に取れましたね。完全にシミが綺麗になりました。もともとそんななかったんですよ。去年散々取ったんでなかったんですけど、まあ、結構ですね、さらに来ましたね。美容整形の紹介するプラットフォームでソーヤングっていうのが
一番大きいのあるんですけど、もう一つなんかあるみたいですね。多分上場してない会社ですけど、ちょっとそっちもダウンロードして一回調べとかないといけないですね。まあアリババとかテンセントがすでにでかい会社なのでまだですね、そんな大きくないところをちょっとずつ仕込んどきたいですね。10年後どうなってるか。私もでも今まで粉飾決算で全部失ったこと3社ぐらいあるかな、香港株で。まあまあでもだそういう風に全部失うやつもあるし、バーンって大化けするやつもあるんで、プラマイで儲ければいいんですけど、いいやつだけそんな選ぶ力がないですからね。だからやっぱまあアリババとかだと思い切って買えるんですけど、そういう小さいところとかそんな入れれないですね。何十万とか、まあ100万とかそんな単位ですよね。そんな入れれないですよね。どうなるか分かんない、ね、一つに集中するっていうのもなかなか難しいですよね。ただ私ツイッターでやり取りしてる人たちもソフトバンクグループに本当集中してますね。現物で1億円分買って、あと2億円分は信用、いわゆる借金して買って、3億円分ソフトバンク持ってますね。まあでも2倍になったら現物で1億儲けて、信用の2億円分で2億儲けるかな、合計3億が利益取れるってことですね。で手元の1億と合わせて1億がまあ4億円になるという計算ですね。でももうすぐ本当7000超えて8000超えて1万円超えたら2倍になりそうですね。あーすごい勇気があるというか、私は全然勇気ないんですぐ危なくなったらなんか手放してしまうんですけど、やっぱりそういう方にしっかりと握れる人はすごいですね。握力がないんですね私。まあでもツイッターにはそんな人いっぱいいますね。恐ろしいやり方というか、普通の投資の王道ではこんなやり方しないだろうっていうことを平気でやって大きい利益を取っていってますね。そんな失敗してる人でそんなに、まあでもいるかすごい借金抱えた人とかいるみたいですけどね。ああそうか、こっちがこっちでダーレン・ルーか、これダーレン・ルー、でもここで終わってるんですよ。あれ、じゃあこっちは何ルーだろう。まあ今向こう渡ってスーピン・ルーを予定通り行きましょう。大連ルーってでもプートンの方でなんか見ましたね。多分プートンからトンネル越えてここに出てきてるんだと思うんですよ。
多分向こうの方行くとずっとあれサンプジャンのトンネルを通ってプートンに行くんだと思います。ここはスーピンルーとダーレンルーの交差点。こっちの道でも何でしょう、ね、あれ あの看板ではなんかダーレンルーが終わりみたいにマークついてましたけどね。これ昔のなんか映画館でしょ、今でも映画館なんですよ。地下鉄の駅もありますね。まあ予定通り行ってみましょう。これなんかだいぶ歩くパターンになりそうな気がしてきましたね。もうすでに多分1時間以上歩いてるんで、でも本当投資やってる人はいろんな人がいて、ツイッターとか見てると本当毎日自分の反省の日々ですね。うまくやってる人いっぱいいますね、まあ、比べるもんじゃないんですけどこういうのは。まあでも学べることは多いですね。ツイッターの面白いところはアメリカに住んでる投資家の人もいるんで、アメリカのことはアメリカの人に聞いたりするといろいろ教えてくれますよね。そうですね、近いうちに香港在住の人にもまたちょっと香港の状況ですねインタビューしようと思ってます。なんか今風邪ひいてるみたいで、もう少し体調も整えたらやりましょうって言ってくれてるんで、近いうちにまた YouTube にアップします。香港も私全然行ってないですからね。住んでる人の状況を聞くのが一番確かですよね。でも投資で失敗というか、この間その上海に在住の3人の人と対談したんですけど、まあ、その1人の相場師の人、そうですね、去年1億円、今年も1億近く、約2億円損してますねすごいですね。まあでも彼は本当事業家として会社の経営してる収入はあるんで、まあ、2億損してもなんとかなるというか、損できるところがあれですよね。普通の人だったら2億円損しようと思ってもないですからね。なかなかすごいなと思います。まあ彼自分で YouTube で言ってるんで、私が勝手に彼の情報を言ってるわけじゃないんで、そこはご了承ください。YouTube 聞いていただいたら結構面白いですね。一番最初に撮った対談動画がそうですね、1億円損したっていう話をいろいろ聞かせてくれました。サービス精神豊富な人なんで、面白おかしく喋ってくれますね。ただこの間の動画はちょっとあまりにも下ネタ多かったんで、結構大幅に私の方でカットしました。長い信号ですねこれ。あれってスカイラインの GTR ですか、もしかして。こっちでは売ってないはずですけどね、輸入車じゃないと。ちょっ
かイニシャル D って漫画、その走り屋の漫画ですけど、香港で結構人気あるみたいですね。なんか香港の俳優が日本に来て撮影してましたね。なんか舞台は日本なんで、あの日本の景色なんですけど、俳優出てる人らが全部香港人なんで、日本語喋らずに全部広東語で喋ってるっていう、なんか見たことありますね。今の若い人は車自体買わないですからね。まあ中国は別ですね。上海はみんなやっぱり車欲しいし、みんな買ってますけど、日本とか若い人は車買わないですよね。私もそうですね。今もう仮に日本戻っても車いらないですね。まあでもどうかな。また戻って行く場所、住む場所にもよりますかね。田舎に住んで車乗って生活するのもいいかもしれないですね。まあいつまで上海にいるか私も分かんないですけど、まあ適当に YouTube 撮って皆さんに見てもらえるように頑張ります。まあ、日本行ったら外国人向けに YouTube の発信しても面白いかもしれないですね。まあやってる外国人もいるでしょうね。日本の街の紹介とか。いやこれ多分 Y 端まで順調じゃない距離ですね。全然ワイタンに行く雰囲気ないですもん。下手したらあと1時間ぐらい歩かないともいけないですね。だいぶワイタンまで距離ありますね。なんでこんな風に壁になってるんですかね。もともとなんか店だったんですか。明るいですね、この美容室。まあでも美容室は明るくないとダメですね。暗いとイメージ良くないですもんね。
っち行くと普通のなんか住宅地ですね。うわ、ミーヨンドゥですね。ミーまだミーヨンなんだよ。ミーヨンドゥ。ワイタンに行くんか、全然見えてこないですけど。これは食堂ですか。皆さんグッドボタンかバッドボタンどっちか押してください。どっちか押してもらえると、まあ、誰かが見てくれてるという評価がなるみたいです。まあ、できたらグッドボタンの方がいいですけど、バッドボタンでも一応評価になるんでありがたいです。あとコメントは、まあ、一応読んでますので書いていただければ ありがたいです。なかなかこう一個ずつ考えて返事するの大変なんで、返事はあんまりできてないんですけど、一応呼んでますので。これ地下鉄の駅、まあここでまだ地下鉄乗らないですけど、ちょっとどこの駅かちょっと見てみましょう。何号線の、これ10号線ですね。陽天新村ジャンプ。また発音が難しいけど、10号線の駅なんですね。10号線ってあれ、スイチェンルーのグーベンに行く線路ですよね。まあ別に山の中で遭難したわけじゃないんで、全然あれ半身なんですけど、どれぐらい歩かないといけないのこれは。想像つかないですよね。あ、でも10号線南京東路行けますね。でも地下鉄で行くと意味ないですよね。歩いてワイタンまで行かないと。この動画の趣旨が街歩き動画なんで。じゃあ最近街歩きじゃない、なんか高速鉄道とか船とかバスとかも撮影してるんですけど、基本は歩きですね。これ理財商品の利率ですね。 3年で 3.75、5年で 3.8%、 5万元から、まあ、あれでも定期じゃないですからね。基本的には一応元本保証じゃないですから、まあ、ほぼ返ってくるみたいですけど、じゃあ一回これでも人民元を持ち込むと出すのが結構大変ですね。いろいろ手続き、私も一回出しましたけど、入れるときは簡単だった。入れるときはちょっとあれですね、ちょっとここでは言えないですけど、ある方法で入れてですね、
出すときは結構正規の方法で出したんですけど、なんか半日ぐらいかかりましたね、銀行行って。私一人じゃできないで、ちょっと知り合いについてきてもらって助けてもらいましたね。まあでもいろんな方法はありますね。なので中国の人も外国で不動産買ったりしてるんですけど、正規の方法だとそんな持ち出せないですからね。まあ少額だったらあれですね、銀聯カードで日本の ATM から何万円か1日下ろせるんで、ちょっとずつ下ろすしかないですね。中国人だったらスマホ持っていけば GFUBER で日本で買い物できるので、中国決済は中国でされますね。あれ、なんかここ前来たことあるような気がします。違うかな、外国人はあれ GFUBER 中国国内でしか使えないですね。日本人が日本で GFUBER 使えないですね。それがちょっと不便です。銀聯カードだったら使えるかな。ここでももう香港空ですね。香港地ですね。あれでもなんかこういうとこ歩いたような、なんとなく気がしますね。あれでもうわい段は香港地ですか、あれ。これすごいですね。これマンションなんですけど、マンションの入り口がこれですか。入り口だけでもこれ普通の日本の家よりでかいですよね。あれ関西、兵庫県に芦屋っていうところあるんですけど、すごい高級住宅地で、まあ関東でいう田園調布みたいなところでしょ。あそこ行くと本当山手の方って豪邸ばっかりなんですけど、私もちょっと訪ねて一回行ったことあるんですけど、なんか門がですね、普通の建て売りの家よりでかいっていうか、門だけでこれ50坪ぐらいあるんじゃないかっていう家とかありましたから、普通の門建てる費用で普通の人の家全然建てれるやんっていうぐらいでかい家ありましたね。富裕層の人はもう格が違うなと思いましたね。あのバス人民広場行くんですね。
123番。もしどうしても困ったらあのバス乗って人民広場行きます。まだもうちょっと歩きますけど、大麦もう私はこういうビジネスホテルで十分ですね。まあいくら持っても多分家も買わないし、いくらお金持ってもああいうビジネスホテルに泊まります、ね、まあ学生の時からほとんど変わってないですね、食べるものも。从那里开过来的。いやー、アソ練習も結構歩きましたの、これ。まだだいぶ歩かないと多分行けないんですけど。どこまで歩いたらいいか分かんないんで、まあ、YouTube 見てる方は残り何分とかで。大体わかるんであるでしょうけど、私本当に今どんだけあるか全然わかんない。これマスクして歩くのしんどいですね。前のおばちゃんらもうマスクしてないですよね。私も外しとこうかな。もうあれ何ですか、クラブかなんかですか。めっちゃ豪華ですね。なんかちょっと怪しいですね。リンピンだから多分もうすぐですね、これバイタン。リンピンの駅のところ行くとちょっとすごい古い街が残ってるのがあって、何回か動画にしてると思いますね。夜も行ったし昼間もずっと前に、あれ上海に住んでる友達らと行ったんですね。その時ちょっと喋りは入れてなくて、多少人の友達と喋ってる会話は入ってるんですけど、基本的に音楽入れて流してたんですけど、結構面白いとこですね。また昼間行ってみますね。ただ今の時期はちょっともう日焼けするんで昼間行けないですけど、コーヒー屋閉まってますね、この時間。マスク外しておきます。もうこれ暑くて。これ別にマスクしなければなれないって法律で決まってるわけじゃないですよ。ただ公共の乗り物とか建物入るときはしないといけないですよね。この前の人らもやってないし、これ暑くて。まあこういう油断が良くないでしょうけど。
これ熱中症になりますよ、マスクしてたら。あんまりみんなほとんどやってないですね。ほとんどってことない、半分ぐらいはしてる。この道の名前ウーファール、ウーファール、ウーファール、はあ、これでもワイダンまでまだ全然ワイダンの中感じがしないですからね。ただもうここまで動画多分見てる方いないですよね。多分全体の 5% ぐらいじゃないですか。 95% の人多分もう見てないですよね。まあそもそもこの互角場っていう時点で再生されてない可能性はあるんですけど、まあ私の動画はニッチなところを狙っていきますので、あんまり人気のないところを撮影していきます。あそこなんかでもシラトンホテルみたいなのありますね。ワイダンに近いのかな。シラトンみたいないいホテルにそんな泊まったことないので、どの辺にあるか知らないですよ。あーでもあそこもう上海中心が見えてますね。浦东の雲に隠れてますけど上の方。ということはまあまあ近い。もうちょっと頑張って歩けばワイダンに行きそうですね。人混みになったらマスクしましょう。でも本当コロナの感染者あれ、あそうか、大連でこの間あったんですよね。地下鉄もなんか止まったとか言ってましたね。大連のなんか海鮮市場かなんか、あっちですね。ちょっとだけテレビ塔の光も見えるんですけど、結構雲がありますね。銀行か、中国銀行ですね。本当に銀行も長いこと行ってないですね。行くことないですかね、今ネットバンキングとチーフーバーなんで。ちょっとあれ、証券会社すごいもんですね、あの証券会社の扉めちゃくちゃ頑丈です。ここはリーアンルーですね。この間私初めて知って、コメント書いていただいて知って、上海人の人にもそれ話したらそうやって教えてくれたんですよ。上海のそのこの辺ですね、例えば北京ルーとか南京ルーとか、あれって本当の中国の地図の方角で大体道をつけてるみたいですね。だから例えば風前ルーとか、風城ルーとか、まあ福建省の方の名前のついた道は南の方にあるとか、北の方にある道は北の地方の名前がついてるとかってみたいですね。私全然最近知りました、それを。ここそうですね、これリーピンのとこ行くとこですよね。この間ここ行ったんですよ。結構古い道、街並みのとこで夜中ですね。こっち行ったらワイタン行くのは間違いないですね。
そうそう、なんかこの先のちょっとしたところに息子さんが働いてるんで、そこ取りに行ってほしいって言われてて、行ってここ帰り通ったんですね。これ渡ろうかなと思ったけど、あのおっちゃんでも信号無視してきたな。一応信号も守っときましょうか。これ YouTube 記録してるんで、ちょっと渡ろうかなって思ってしまったんですけど、渡ってないんで大丈夫です。確かここ、いやここじゃなかったか、いやそこじゃなかったですね。ちゃうか、その取りに来てほしいって。あれもっと、もっとあれかな、東の方か。ちょっとよく分かんなくなりましたね、まあ、とりあえず歩いていきましょう。ホワイタンに行くのは間違いないと思う。あのこれ全然やらせでもなんでもなく、本当に何も考えんと歩いてるんで。テレビ番組とかみたいに偶然なんか、おーここにあったとかっていうのもあるんですけど、私のは本当にそうですね。何にも考えてないんで、だいたいここ行ってみようと思って、今日も語学場行って、それからじゃあどうやって帰るかっていうのを歩きながら考えるっていう。あーでももうすぐ湧いたんですね。あのテレビ塔が見えてきました。ちょっとこのバス停で今見えないですけど、あそこですね。プートンのテレビ塔見えてるってことは、プートン、あの、あっちですね。ワイタンは。これは、それは疲れるわ。15線の駅か。ハイ、ハイロング、ハイロング、ハイロング。ここだったような気がしますね。なんか撮影して来てほしいって言われて、違うかったのかな。この辺のような気がするんですけどね。あれでもファンプージャンって書いてますね。どっちから、まあでもまずはこれ渡っておきましょうか。どっちにしても、結構長い動画になりそうですね。橋あって、これ渡るとどうなるんだろう。一応このツーピンルーはずっと来てますね。まあさらに南に行ってみましょう。多分あれ橋渡ったらなんかワイタンの方行くんかな。あっちがこうロジャーズイの景色ですね。明るいですね、空が。
地、歌子地ですか。あ、本校地ですね。あんまりこういう大通りじゃなく路地を撮影したいんですけど、まあ、ちょっと今日はこういう結果になりましたね。欧米人の人が犬の散歩してました。この辺に住んでるんですかね。あ、これやっぱりシェラトンですね。シェラトンって上海何軒ぐらいあるんですかね。結構いろんなところにありますね。泊まったことはないですけど、誰かが泊まって会いに行くっていうのはありますね。こっちは車道ですね。それは道をなんか探してるんですかね。いや、さすがにちょっと疲れましたね。これは2時間以上歩いてますからね。1時間だいたい5キロぐらいですよね、歩くのってスピード。ということは10キロぐらい歩いてるんかな。万歩計で測ってないから分かんないですけど、多分こっち行った方がなんかワイターの方行けそうな気はするんですけど、多分これなんか川ですよね。こういう川何回かこの辺で渡ったことあるんですよね。多分こっち行く方がワイターに行きそうな雰囲気はあるんですよね。というかここあの屠殺場の近くじゃないですかね。多分こっち行くとどうしようかな。こっち行くべきか、このまま行くべきか。まあでもこっち行きましょうか。こういう時はライブでやってたから、皆さんにどっち行くべきですかって聞いてなんか教えてもらっていけるんですけど、ちょっとこの 4G の回線では無理ですね。 iPhone じゃなくて中国のスマホだったら 5G 対応してるんで、 5G だったらもしかしたらできるかもわかんないですね。iPhone だけですよね、まだ 5G 対応してないの。この辺は普通の家ですか、これ。住宅地ですね。私の知り合いの上海人の人ももともとは仁安寺に住んでて、そこを住んでたとこはすごい綺麗にリノベーションされて今でも住宅として残ってるみたいですね。なんか写真見せてくれました。すごいいい場所でしたね。特に昔はなんかちょっと洋風ですごいいい場所だったみたいですね。
成人用品の自動販売機ですね。まあ、日本でも田舎行くとこういうなんていうんですか、昔のエロ本が売ってる自動販売機があるんですか、こんな感じです。ちょっとびっくりしましたね。確かここ来た。いやーここじゃないか、歩いたの。このビルかな。さあでもまだ古い家がこう残ってるんですね。なかなかでもワイダーにつかないですね。あのルージャーズのビルは結構見えてきてるんですけどね。あれこれスーピンドゥと思ってたらなんかウーソンドゥって、これなんかいつの間にか、あれここ前なんか来たことありますね、この消防署ちゃうんかな、この消防署じゃなかったか、あれジニアスの消防署かあれでもなんかこの道の名前がいつの間にか変わってましたね。まあでも方向的にはそんな間違いはないと思うんですけど、あれまあこれも南の方行ってみましょう。やっぱあの川のとこ曲がっとけばよかったですね。で、この前の道はハイニンルー、あ、でもまだまっすぐ行くと南京トンルー、ワイタンってなってますね。でもこれ相当まだ距離ありそうな気がしますね。バス停、いここしかないですね。またこの陸橋登らないといけないですね、これ階段。ちょっとしんどくなってきましたね。この階段また結構長いですね。明るいから綺麗に撮れてると思うんですけどね。あのウルジャズこっちの方ですね、今見えないですけど、あのビルで、やっぱ 4K で撮ると綺麗ですね。あの人もなんか撮影してますね。こっからなんか綺麗に撮れるんかな。
別に見えてない、見えないですけどね。何なんでしょう、三脚置いてやってます。見方のズバナレ。いやなんかこれ本当ちょっと、情報下手であんまり喋ってないですけど、たまにもう本当朝から晩までずっと中国語で中国人の人と一緒に行動したらですね、ずっと中国語を聞くときありますね。結構疲れますね。で、まあ、別にずっと聞いてるわけじゃなくてほとんど聞き流してるんですけど、わかんないんで。まあ自分の専門の投資の分野とかだったら話わかるんですけど、なんか全然関係ない食べ物の話とか芸能の話とかされるともう全くわかんないですね。ほとんど聞き流してますね。なんてこれ浙江省のある町ですね。繁盛の隣ぐらいのとこですよね。いやーこれは参りましたね。ここはなんかショッピングモールがなんかビルですけど、夜やからぐらいだけか。そうですね、ちょっとまた蘇州も撮影行かないといけないですね。蘇州と繁盛と、私も湧いたんですよね。あれ？ここって、とりあえずもうちょっと行くか。見たことあるような景色なんですけど。ことない
ですね、多分。私もほんと湧いたんですよね。こう行った方が早いんですね。こっからこう行くより。ちょっともうこっちから行きましょう。ほんと疲れました。なんかこう行くとすごい遠回りしそうな気がするんで。行けんのかな。これ道の名前はなんか書いてないですよね。なんか公安の車がいっぱい止まってるんですよ。タングルですか、ちょっと読み方わかんないです。 あそこあるか。なんかすごい綺麗ですけど人全然いな歩いてないですね。まあそうですね、多分タングル、全然いないですね。いやー、本当だ。ちょっと疲れましたね、これ。さすがに。これどれぐらい歩くかわからないんで歩くから疲れるんですよね。もうそろそろ着くかなってなんか期待してしまうんで。これドラマとか出てきそうな感じですね。でもこの辺も全部立ち退きになってますね。人住んでないですよね、この辺も。全部立ち退きですね。これから開発される感じですね。上一応でも電気ついてるか。店はもう全部やってないですね。これブロックで埋められてますもんね。中入っていくと多分、まあ、人は住んでるんかな。あ、やっぱこの 川のとこ、川じゃないか、これ高速疾病なんか見たな。やっぱあれですね、もうこう湧いたんですもんね。っていうことはここを渡らんとあかんですね。道を、ちょっとこれ、チャンシもうほんとすぐそこですよね。ただこの一角、これから開発されるって感じですね。人が全然いなかったです。
りあえずもう向こう歩いていきましょう。これまたでかい石ですね。石というかコンクリートの塊。いやすごい明るいですね。あれちょっとマスクしときましょう。これは多分 Y ターン行くと人が多いのでマスクしとかないとマナー的にもダメですね。あともうちょっとです。頑張って歩きます。まあ普段ゴロゴロしてるんでこれぐらい歩いてもちょうどいいでしょう。この道はジュロンルーですね。旧の龍の水というジュロン、広東語でカオルーンって言うんですかね。多分こっちで行けますよね。川のこっち歩いといた方がいいか、なんとなくですけど。いやこれでも大丈夫なの。思いっきり工事中なんだって。歩いて行ってもいいのかな。雲が出てなんか面白いですね。この景色幻想的ですね。まだ中国に旅行は来れないですけど、多分まあ来年ぐらいにうまくいったらいけるんですかね。旅行で来れるようになった方はまあぜひいろいろ歩いてみてください。私みたいにバイドゥの地図見ながらだとまあ歩きながらいけると思うんで、昔だったら何もわからないで紙の地図持って歩くっていうのはなかなか難しいですけど、これまた古いビルですね。これもう取り壊される感じですね。この辺全部開発ですね。ここもが見えてます。これどっちから行くのがいいのかな。これとかなんかすごい古いですよね。新しくなっていくんですね。多分これこっち行けるのかな。なんかここは通ったことあるような気はしますね。どうやって向こう行けんのか。あの人ら多分ワイタンとか南人ドンルーで遊びに行った人ですね。こっちから来てるから多分なんか前通ったことありますね。てかここ人歩いたらダメなんだ。ここ歩いたらダメなとこですね。そこの横断歩道を渡ってこう行ったら多分行けるますね。あのハイアットホテルがあって
ああそうです、前ここ歩いたんですね。ダーミンルー、ダーミンドンルーのところになんか息子さんがいるという方がいて、よくコメントくれる方なんで歩いて行ってみました。この辺も全部なんか開発されそうですね。これはこっち渡っといた方がいいっすよね。すごい派手ですねこのビル。あっちはなんかまだビル作ってますね。いやでもあれ五角城からここまで結構な距離ですよね。途中何回かビデオ止めてますけど、別にタクシーで移動したわけじゃないですからね。全部私歩いてますからね。これここは工事中でなんか行けなさそうっすね。まあせっかくなんでワイタン撮りましょうか。ここまで来て終わりますっていうんじゃちょっと最後面白くなりますもんね。ワイタンの景色も撮りましょう。ああ、ジテゴ対レーダードル、ゾル、対ドーラ。から行けんのか、ちょっと行ってみましょうか。あー風が吹いて涼しい、気持ちいいですね。いや多分どうなんでしょう、全部で3時間ぐらい歩いてるかもしれないですよ。右曲がれますよね。工事してますね、ここ。こっちは何でしょう、これ。ホテルかな。ホテルっぽいですね、これ。なんかホテルですね、ハイアットバンドって書いてますね。さすが、いい場所ですね。この工事してるのがちょっと邪魔ですけどね、今。ですね。こっちはあるんですけど工事中なんで入れないですね。結局こっち壁あるから向こうまで行かないとダメか。
なんか道が分かんなくなってきましたね。あ、もうファンプール、ファンプールですね。ファンプーじゃん、ファンプーですね。ここもなんか工事してますね。なんか景色が見えないし、向こうに行けないです。YouTube すごいっすね。膨大なこの動画データをアップしたら全部受け取ってくれますからね。これですね、念のため。ほんとこのここなんですけどね、あそこから行けるか、やっと。あれ、ここです、上海ダーシャーのとこですね。ここ確かあの証券博物館とかですね。渡っとここで、観光客向けにああいうのを売ってますね。ここは証券博物館ですね。一回来てみたいんですけど、まだ来るチャンスがないですね。っていうかちゃんと朝起きてくればいいんですけど。これは上海ダーシャですね。これもあの YouTube 見てる方にリクエストいただいて知りましたね。またダーミンルーに戻ってきました。その方があのリクエストもらえなかった、私この上海ダーシャっていう建物多分知らずに上海生活を終えてましたね。多分ここにも橋にも来ることなかったと思います。やっとここからワイタンが見えますね。皆さん割と写真を撮ってますね。まあ綺麗ですね。明るいですね。向こうはもう空の明るさが違いますね。向こうの方も行ってみましょうか。これでも私これからまた家まで帰ないといけないんで。いやでもかなり歩きましたね。なんか疲れてくると同じことしか言わなくなるんで、私もちょっとあれなんですけど。みんな写真撮ってますね、これ。ここから行けますね、川沿いのところ。なんか動画の冒頭にここのシーン持ってくると多分みんな見てくれるんですけど、最初五角城のショッピングモールなんで多分誰も見てくれないですね。ちょっとここの部分だけですね、ちょっと一回止めてですね、
観光の人がいっぱいですね。まあでも外国人はいないですね。今まだ入国できないんで、外国人いるとしたら私みたいにもともと上海に住んでる人ですね。もうすぐここ川ですからね、写真撮ってますね。川の水が、なんか男同士写真撮るのに女の人にいろいろ指示してるんですけど、そんなの適当に撮ればいいやんと思うんですけど、みんな写真撮ってますね。これ中国で動画撮っても写真撮っても大丈夫ですよ。みんな撮ってますからね。もう一枚これ写真撮っておこうかな。なんか毎回ワイタンに来てしまいますね。まあ、こっち目印で歩いてくると、まあまあ分かりやすいったら分かりやすいです。やっぱ疎開の方も綺麗ですね、これ。ライトアップされて。前、動画でずっと向こうまで、万博会場まで、プートンの方とか歩いて行ったのもあるんで、よかったら見てください。あれですね、写真撮ってますね、ほんと。座って進んでますね。わあ、クルーズ船も走ってますね。走ってるっていうのがいいの、なんていうんですかね、船の場合航行してるっていうんですか。すごい人ですね、これ。本当明るいですね、こっち。空が明るいですもんね、こんだけライトついてたら。すごい団体で写真撮ってますね。あの人も動画撮ってますね。ちゃんとあの警察がいる前でみんな写真撮ってるんで大丈夫ですよ。問題があればみんな逮捕されてるんで。向こうの方のビルもでも綺麗ですね、本当。飲み物とかも売ってます、ね。まあでもそんな高くないですね。5元とか。
これでも本当人の数すごいですね。いやでも私これだいぶ今日歩いたんでさすがに疲れましたね。これ本当すごいですね。一応私マスクしてますちゃんと。ここでみんな写真撮って微信でアップしてるんでしょうけど、すごいデータ量ですねこれ。なんかまっすぐ歩けないですよね。ここなんか一番多いですね。一番綺麗に見える場所かなこれ。これでも多分外国からあの旅行に来れるようになったらですね、めっちゃ人増えると思いますね。今でさえこれですからね。これは中国の消費4、5、6月、私いいと予想してるんですけど、この人見たら、この人たち見たら多分みんな消費してますよねこれ。特にこのデジタルの消費ですよね、インターネットに関するすごいと思いますね。あの警察の車、警備の車もまっすぐ走れないですねこれ。ああいうところに宣伝出すのすごい高いんでしょうね。怖い上海って感じですね。これまだずっと向こうは続きますからね。まあ私ちょっとこのままもう南京東路の駅へ行って戻ります。さすがに疲れましたねこれ。ずっと向こうから来ましたからね。ずっと向こうまでありますからね。とりあえずちょっと南京東路の駅行きます。ほんと疲れました。
ぱいですよね、人が。どっちから行こうかな。通常ルー歩いていきましょうか。通常ルこれは本当人多いですね。通常ルー撮影で歩くのこの辺、ここは初めてかな。多分割と明るいと思うんですよね。それがあまりにも動画ないから2本ぐらいに分けるかですね。このファミリーマートも人いっぱいですね、これ。なんかここジャズ喫茶とかジャズレストランみたいですね。なんか音楽がちょっと聞こえますね。今日歩き疲れました。10キロは歩きましたね。この辺結構なんかホテルあるんですね。まあ、観光客多いからですね。うわ、銀行ですか。上海銀行。銀行の支店ってそんないっぱいいるんですかね。今の時代もうネットでできるんで。
集約してもいいような気がしますね。なんかこの建物も古いですよね。何回か撮影したことあります。いや、さすがにもう疲れましたね、これ。この風情ダーシャも、あ、ダーローか、古いですね。なんかすごい渋滞しますね、ここ。疲れました。ああ、全然もう太平だ。あ、なんかここも工事してるから混んでるんですね。もうすぐそこですね、ランジェドルの駅は。行くしかないですか。前の人もここ行ってますね。風情ルーですね。ここいっぱい看板出てますね。今日はいいっすね、これは。あっち行ったら御苑ですね。こっち行ったら南京東路の駅で、もうこれ渡って駅行きます。さすがにここから人民広場行って人安寺行ってとかもう今日は無理ですね。疲れました。まあ多分これ2時間以上これ動画見てる人もいないでしょうけど、どうしようかな、半分に分けた方がいいですかね。まあとりあえず皆さんちょっとグッドボタンかバッドボタンどっちか押しといてください。すいません。まあ必ずなんかバッドボタン押しに来る人がいるんですよね。動画してもう1分経たないうちにバッドボタン2つぐらいついてるんで、できたらグッドボタン押しといてください。何も押さないのが一番ちょっとあれですね、評価されないんで。いやー、これはバス待ってる人もいるんですね。私はもう地下鉄で帰りますね。多分人が多いですね。
昼間だったら絶対これ歩けないですね。夜だから歩けますけど。でも私も何月ぐらいからかな、これ2月か3月ぐらいから街の動画始めて、まあ半年ぐらいになるんですけど、まあいろいろ歩きましたね。これがなかったら多分みんな上海歩いてないと思うんですよね。すぐそこが南京東路の歩行街で駅ですね。あ、大丸の百貨店。これ確かフォーエバー21っていう服屋あったんですけど、あれ倒産したんですね。あ、やっと駅に着きました。ここですね、南京東路歩行街。まあここの動画もいっぱい撮影してるんで、もうあの昔の見てください。ちょっとなんとなくでも夜遅いから人少ない感じですね。多分7時ぐらいとかめちゃくちゃ人いるんですけど、もうみんな帰ってるぐらいの時間ですかね。そこに確か地下鉄の入り口があったと思うんで。ここはアップルストアですね。アップル、あ、そう、アップルの決算も今日ですね。まあ多分いい決算出してくれると私は期待して持ってるんですけど。多分ここに駅がありますよね。はい。じゃあ私今日ここで終わりたいと思います。皆さん最後までありがとうございました。見ていただいてる方。啊，今天谢谢大家，再见，我现在回家，太累了。では、また、失礼します。